こんにちは。脳科学イングリッシュトレーナーの塩浜直子です。今日も見ていただいてありがとうございます。今日はですね、3月10日に迫ったアカデミー賞のノミネート作品についてあのお話ししたいと思います。今年のアカデミー賞は、えーと、日本時間の3月11日、アメリカ太平洋時間の3月10日に行われます。でですね、去年のアカデミー賞は、 エブリシング、エブエブと呼ばれる映画が多くの賞を受賞しましたよね。でも実は私、この作品ね、理解できなかったんですよね。ちょっとこれを、えー、と画面をこうして、去年の主なノミネート作品っていうのが、エブリシング、エブリウェア、オール・アット・ワンスですよね。で、まあ、ミシェル・ヨーが主演女優賞を取ったりとか、作品賞も取ったりね、上演男優賞を取ったりとか、すごく良かったんですけども、 私がこれをアカデミー賞の前に見たときに、なんか、あの、映画を見てても、頭がついていかないというか、なんてうの、心が入っていかないというか、で、なんかその、わからないまま終わってしまったんですよね。で、その、エブリシング・エブリウェア・オール・ア o n ンスだけじゃなくて、えっ、ー、と、この、イニシェリン島の精霊っていうのと、あとね、その、タール、あの、キャ えっと、ケント・ブランシェット私すごく好きなんで期待してたんですけど、なんかね、このイニシェリン島もタールも、なんてなうんだろうな、全然心にも頭にも入ってこないというか、な、なんなんだろうっていう気持ちで入り込めなかったんですよ。でも、まあ、あの、エルビスは見てたし、あとフェイブル・マンズもまあ悪くはなかった。だけれども、なんていうんだろう、今年、この年のノミネート作品って、 私はま、ま何ていうのかな、あんまり、えっていう感じで、ちょっと私は時代に取り残されてしまったかなとか、あの今の時代の、うん、映画の、ね、流れに追いついていけないのかもしれないなとか、ちょっと思ってたんですけれども、けれども、<laughs> 今年のねあの、ノミネート作品が、えー、とこの映画 .com の。 今年のアカデミー・アワーズのノミネート作品をこうやってあの特集してくれてるんですけれども私この中でえっ、ー、とねまあバービーはいましたまあバービーはバービーとして面白いんですけれどもこのね「フォールド・オーバーズ」っていうのを先週見たんですけどこれがねいいんですよすごくいいんです地味な俳優ばっかりで全然まあ多分日本では当たらないだろうなと思うんですけれども あの、なんて言うんでしょうね。これ、舞台が、1970年の東海外の、あの、なんて言うんでしょう、ニューイングランドかなそういうところで、寄宿舎生活をしている高校生の男子寄宿舎の話なんですけれども、あの、プレップスクールっていうんですね。プレップスクールっていうのは、本当に寄宿舎とか、まあ、通学の子もいるけれども、寄宿舎で基本的に寮です。あの、生活をしていて、 で、あの、本当はクリスマス休暇とかね、年末、あの、ウィンターブレイクだとみんな実家に帰るんですよね。だけども、いろんな事情で、あの、家に帰れない子供たち、あの、生徒たちもいて、その生徒たちを監督する先生も一人はいなきゃいけない。っていうことで、この真ん中にいる、えー、っと、のね、 ポールジア・マッティっていう人なんですけれども、それと左側にいるアンガスっていう男の子と、右側にいるのが、えっ、ー、と、料理長、あの、キッチンでね、働いている、あの、黒人女性の、えっ、ー、と、なんだっけな、メアリーって言ったかな。彼女、その、この3人が結局、その、年末年始の、この、寮の中で、あの、す、過ごすことになって、その3人が少しずつ、なんて言うんでしょうね、あの、 いろんな災難とか事件が起きるんですけれども、そのね、ちょっとしたことを通じて絆をちょっと深めていくっていうね、もう最後には、ね、ちょっと私も涙が止まらなくなってしまって、大変な映画だったんですけれども、このね、先生っていうのがその頑固で嫌われ者なんですよ。あの、古代史の教師なんですけれども、あの、難しい言葉ばっかり使って、 なんて言うんでしょうねあの本当に生徒からも嫌われて同僚の教師からも嫌われて校長先生からも煙たがられてると。で、本当はこの、ね、年末年始のえっと生徒のかんあのね管轄っていうかその面倒を見る役は他の先生があの見るはずだったんだけれどもその人は母親が病気だって嘘ついて彼に押し付けてるんですよね。でも結局そのポール っていう先生ポールはあの家族もいないし結局はその寮の中にいるから彼に押し付けってやるわけですよね。で、あのーそのまあ、生徒から嫌われてるっていうことなんですけども生徒たちからもその要するにシャシあのー、ウォールアイルって英語では言ってたんですけど斜視の体臭がきついおっさんみたいな呼ばわれ陰、ね、口を叩かれている人なんですよね。 でね、彼の <laughs> 使う言葉がいちいち古臭いんですよ。それがまた面白いんですけど、この映画で私もバリスっていう V-A-L-I-S-E という単語がスーツケースの古い言い方だと知っては、あこれも勉強になったとか思ったんですけど、<laughs> あのでも、こんなもう偏屈で古臭いね、頑固なポールとその生意気だけど、心にその孤独の塊を抱えているアンガス。 すごい、ひょろ長い、あのね、男の子なんですけど、そのやりとりに、もう映画が終わっても本当に涙が止まらないくらい、本当、ジーンと心が震えてしまいました。この映画の監督は、アレキサンダー・ペインっていう人なんですけれども、この主演のね、ポルジア・マッティとは、サイドウェイズってあの、えっ、ー、と、なんだっけ、ナパバリーを舞台にした、ワインを描いた恋愛、ワインと恋愛を描いた、 映画でも共演タッグを組んでたんですけれどもここでもまた強力なタッグを組んでもう最害中年男を、ね、演じさせたら右に出る者はいないというこのポール・ジアマンティなんですけれどもこれ褒めてるんですよ。<laughs> できっとこの映画を見たらきっとアカデミー主演男優賞を彼にあげたいって思う人が私以外にも出てくるはずだと思ってあの強力にこれを今応援しているんですけれどもなんて言うんでしょうね もう孤独な人間の、その繊細な心の動きとか、その辛い思いをしている人間に対する思いやりとか、その不当な扱いに対して、毅然と立ち向かっていく勇気とか、そういういろんなね、あの、レッスンというか、ああ、そうだよな、とか、うん、あの、す、すごく勇気あったな、とか、あの、心に残ってしまう、あの、本当にいいな、と思える映画でした。 多分クリスマスの時期になったら毎年見返すような映画になると思うんですけれども、まだ多分これね、あの、アカデミー賞の結果次第で日本では公開が決まるかどうかってところだと思うんですけれども、あのね、もしストリーミングとか他のチャンス、見れるチャンスがあったらぜひ見ていただきたいと思っております。今日はちょっとね、興奮して喋ってしまいましたけれども、ぜひご覧いただければと思います。では失礼します。